こんにちは、ベネチアの皆さん、ロベルタさん、稲川美香です。今回は、私のこう映画とかいろんなことをイタリアで見せていただく機会を作ってくださって本当にありがとうございます。ぜひ、いろいろな私が今まで作ってきたものを見ていただけたら本当に嬉しいなと思ってます。今回は本当にイタリア行きたかったんですけれども、ちょっと子供が2人いまして、いろいろと日々のことがあってどうしても行けなくて残念です。必ずまたイタリアに行って皆さんにお会いしたいなと思っています。私の作品はこう全体的に女性をエンパワーメントするものを作りたいと思って作ってるものが多くて、特にこう映画だったりとか映像の作品はその色が強いと思います。こう割とこう怒りをこうエンジンに変えながら、ずっと作ってきていたんですけれども、またこれからもいろいろなものを作っていきたいと思います。ぜひ今後も楽しみにしていてください。ありがとうございました。チャオー。